ループドライブについて解説したいと思います。まずループドライブというのはボールにドライブ、回転をかける技術です。現代卓球においてドライブは主戦の武器になっています。ループドライブの場合、ボールの斜め上よりも、もうちょっと横ですね、横、この辺りをこすり上げます。ボールの後ろと言ったらいいでしょうか、後ろ辺りを素早くスイングして回転をかけて、ぐっと回転をかけて強いスピンで擦り上げる技術です。で、このループドライブループドライブは相手が突きをしてきた時に特に有効です。相手が突きを出して下回転の相手が左側だとしたら下回転の球が来ます。突っつきをした相手の下回転の球は普通に当てると、ただ当てるだけだと落ちてしまいます。ネットミスしたり、ボールがポトッとラケットから当たった瞬間に落ちていきます。これは突っつきの回転の力に、回転の力があるため下に落ちます。で、相手が左側としてツッツキで下回転を出して、下回転が来た時にこの下回転に負けないようにループドライブを打ちます。そうすることによってボールが下にストンと落ちることなく、こすった力、スイングのスピードの速さ、速いスイングでループドライブを打つことにより、このツッツキの下回転に負けることなくボールが持ち上がって返球できます。もしこのツッツキが非常に切れている場合、そしてこちらのループドライブがスイングが少し遅い場合は、ループドライブを打っても下に落ちたりネットミスしてしまうことがあります。相手のツッツキがそんなに切れてない場合は、軽く、そんなに速くないループドライブでも返球できます。相手のサーブの下回転が強い時はなるべく素早くやや上に、上方向にループドライブを打ってください。相手の下回転がそんなに強くない場合は軽く、そんなに速いスイングでも、スイングでなくとも返球することができます。
ラケットとラバーを下から上に当てるのではなく、こするイメージで、薄くこするイメージでスイングしてください。こう当てて持ち上げるのではなく、こするイメージです。ボールのなるべく外側をこするというのがループドライブです。強力な回転となります。